コロナにとって、年末も年始もありません。特にこの寒い、この時期、コロナの感染拡大は非常に厳しい状況です。1000を優に超えて1300ぐらいは行くようなそのような報告も受けております。東京都で確認された新型コロナウイルスの新たな感染者が1300人を超えました。1日あたりの人数としては過去最多です。小池知事は取材に対して、静かなお正月をステイホームで送っていただきたいと改めて呼びかけました。